ラース・バレリアン・アール・ホルスは、フィンランドの数学者。リーマン・面の研究と、複素解析の教科書を書いたことで知られる。彼は、ヘルシンキで、工学者の息子として生まれた。1924年に、ヘルシンキ大学に入学し、1928年まで、ロルフ・ネバンディンナの下で学んだ。1929年からは、ネバンディンナの助手として、デン・ジョイの予測に基づいて、 生関数の全近値の研究を行った。1930年に博士号を取得すると、1933年から1936年まで助教授としてヘルシンキ大学で働いた。1936年、彼はジェス・ダグラスと共に第1回目のフィールズ賞を受賞した。1935年からハーバード大学に留学していたが、 1938年にはヘルシンキ大学に戻り教授となった。戦争が始まったが彼は軍人の基準を満たさず、1944年から1945年3月まで中立飛行科大学で働いた。スイスでは不遇な時を過ごしハーバードへ行くチャンスがあるとすぐにそれに飛びつき、1977年に引退するまでそこで勤めた。 1968年には Wee Harry 賞を、1981年にはウルフ賞数学部門を受賞した。1953年に出版されたコンプレックスアナリシスは古典的な名著で、現在でも世界中の大学で複素解析の授業に用いられている。また1960年にはリ e e m a n Surfaces、1973年にはカンフォアマルインベリアンツなど、 他にも有名な著書を残している。有利型関数、生息関数の値分布論、リーマン面、友方地域化学、順当格写像などにも業績を残している。彼はエルナ・レナートと結婚し、3人の子供がいた。ありがとうございます。